季語度教は平安時代に行われた宮中行事の一つ。奈良時代の和道年間に始まったとする説もあるが、天平元年が有力である。季語度教は春と秋に国家安泰を祈願して宮中に僧を招き、大般若経を転読する仏教法へである。通常4日内し3日間の法へが開かれ、2日目に陰茶という茶の接待が、 僧侶に対して行われ、三日目には僧侶同士の論議が行われる。ただし、陰茶と論議は原則春季のみであった。初日内し最終日には、法へと共に各寺院の特堂、朝廷から賜る儀礼が行われた。宮中の公式行事として確立したのは、上元元年であるが、この頃には、季後土教として年間を通じて催されていた。 その後、元行元年の陽精天皇の戦争より回数を、現時て春秋の季語度胸に改められた。参集する僧侶は六十から百名前後に及び、五歳へ、最小校などの方へと比べても、規模の大きいものであった。また、引き茶の接待や、夜には参集した貴族に対して、思考の接待があったことから、時代を経るにつれて、 仏教法へより教王の縁としての派手さが目立つようになった。十世紀頃には、宮中行事とは別に上皇や東宮、皇后などの主催でも、私的に季語度教が催されるようになった。延長二年には、藤原恩氏が主催しているが、これは明らかに中宮の,の権力孤児を目的としていた。また、石棺家でも、足しなみとして催されている。ただし、 藤原の道長が、政治の表舞台から外れると摂関化における木、五度鏡の回数は減り、続く寄り道の時代にはほとんど行われなくなっていった。平安期における、茶は唐より伝来された最新の文化で、大変貴重であった。そのため、宮中における茶の接待には準備も含めて莫大な、手間と費用がかかった。陰茶の陰作法は、整然と並ぶ僧侶に対して、 まず、煎茶を注ぎ、甘面、香木、生姜などの薬味を好みにより投じて供したとされる。はじめ煎茶は、遣唐使によりもたらされた貴重なものが用いられたが、旧世紀後半には、宮中の代理茶園で栽培され、蔵人書の作り茶師が製造を行っている。ありがとうございます。